もの、文章として、まあ、戦争のこととか、その後日本が平和に進んだ、まあ、条約とかを結んだっていうのが、ものとして自分として見れるというところに、やっぱりその、戦争を知らない人たちにも見てほしいと。こういう貴重なものっていうのはなかなか本とかで見ることしかできないんだけれども、実際に書いてあるのを見ることによって、まあ歴史的なものに関して直に見ることができると、非常に貴重な経験もできたかなというふうに思います。できればもっと長い期間やるべきじゃないのかな、でもっと多くの人が見るべきじゃないかなと思いますけどね。